けたぞ。エテーネの民の生き残りを。貴様たちは危険な存在。一人たりとも生かしてはおけぬ。うなされていたの。何か悪い夢でも見ていたようじゃが、よかったらこのじじいに聞かせてくれんか。なるほどの、夢の中でネルゲルがそんなこと。どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こりゃのんびりしておれん。次は港町レンドア。レンドア、お降りのお客様はお忘れ物のなきよう今一度ご確認の上ご降車ください。おっと、しかし港町レンドア駅では名物のグランドタイタス丼を買うんじゃった。今はそちらが先決じゃ。お主は一刻も早くキーエンブレムを5個集めるのじゃぞ。わしはわしで準備を進めておくからな。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。これはこれは、またまたあったの。アストルティアに知らぬことなし。ご存知、放浪の賢者放浪じゃ。一目見てピンときたぞい。お主ついにオルフェア、ジュレット、グレン、アズラン、ガタラのキーエンブレムを集めたようじゃな。いやはや見違えたの。グレイトかつマーベラスなお主の強さ、ビンビン感じるぞい。時は来たれりということか。ではかねてからの約束通り、今こそレンダーシア解放への道を教えちゃおうぞ。レンダーシアを封印から解放するには、それを成した者、冥王ネルゲルを倒さねばならんのが道理じゃ。だがネルゲルの支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬ。しかし方法がないわけではない。この放浪の賢者放浪に任せておけばバッチリじゃ。まずはオーグリード大陸にそびえるランドン山脈の冥界への入り口が見える断崖まで行ってみることにしようぞ。次はグレン城。グレン城、最近野外を旅する方が魔性の被害に遭うという事故が多発しております。お出かけの際はくれぐれもお気をつけて、魔性には寄らず触らず踏み込まずを心がけ、安全な旅をお楽しみください。聞いたじゃろう。近頃魔性の被害が増えているのはレンダーシア封印の影響に他ならぬ。このままネルゲルメを放置すれば、やがてアストルティアは魔性に覆われ滅ぼされるじゃろう。それだけは防がねばならん。わしはこうして世界を巡り、
お主のような若者が育つのをずっと待っておった。お主はわしの希望じゃ。どうかこの使命果たしてくれよ。熱弁を振るっていたら駅弁を食いそびれてしまった。じゃがグレン城下町駅では名物げんこつ飴を買わねば。悪いがここで失礼させてもらうぞ。もう一度言っとくぞい。オーグリード大陸にそびえるランドン山脈に向かうのじゃ。そしてその奥深くにある冥界への入り口が見える断崖まで行ってくれ。わしもすぐに後を追うからの。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。